海に面していない立川市で初めてとなるビーチフラックスの大会が行われました。こちらは立川市なので海はないはずなんですが、砂浜が広がっています。そしてご覧ください、ライフセーバーの人たちが走り出す準備をしています。立川市の立飛ビーチで行われたイベントは、ビーチフラックスを通して水難事故への意識を高め、事故防止へつなげることを目的として開催されました。海のない市内で初めて行われる大会には、国内トップクラスの選手が集結。選手たちは伏せた状態からホイッスルとともに猛ダッシュ、20メートル先のフラッグに見立てた棒を目指し躍動しました。会場では子どもたち向けにビーチフラックスの体験会や水難事故の知識を身につけてもらうための救命活動のデモンストレーションなども行われました。走ってホース取るのとさ、体操がさ、頑張ったの楽しかった。今後、あ、そういえばライフセービングのお話こういうとこで聞いたなっていうのを、その生活の中で思い出してくれたらいいかなと思います。